だん人数が減ってきて、どこをどう頑張ればいいかわからなくて、集客にすごい疲れていました。教室業を実際に行われていたこと、全部実行されてたことですね。実行されているので、それに勝るものはないと思って、信頼しました。私の話をゆっくり聞いてくださって、私の中から、その考え方とかを出してくださいます。でそれを決めたら尊重してくださって、先生が、それに対してすごいバックアップしてくださいます、情報もふんだんに与えてくださって、応援してくださる。先生は何よりもいつも新しい情報を私たちにふんだんに与えてくださいます。そして、情報とかだけではなく、メンタルもすごい大事にしてくださいます。メンタルを上げることで仕事の効率が上がるということもすごい教えてくださって、はい、で先生たちとの、つながりも大事にしてくださって、私は大阪にいますけれども、関東にもたくさん、心強い先生たちとつながっています。